これ以上下がるわけにはいかん。この辺で迎え撃つしかなかろう。来るぞ。まずは二人。砂金。そうか、お前がジトンで砂金を操る忍びだった。死角ではなくガーラなのか。ええか、随分と長生きしたな。大野木、ジントンのおかげか。ジントン、限界が白竜の術だ。ガーラ、死角はどこだ。そいつはもういない。俺はもう父様の作った人中力ではない。今あんたたちを操っている輩どもに資格を抜き取られ、俺は一度死んだ。封印術、電動空封術。だがジオバー様と友の力で俺はこうして蘇った。お前に友ができたというのか。かつてわしのしてきたことは間違いばかりじゃった。砂と木の葉。これからの未来はわしらの時とは違ったものになろう。ガーラ。ナルト。これは。お前を助けるためにみんな走ってきた。父様、あなたに六度殺されかけ、その度にあなたを恐れ恨んできた。だが今はもうあなたを恨んではいない。里を守るために里への脅威を排除するのも長の役目だ。風影になった。お前が今や忍び連合軍戦闘大連隊連隊長じゃぜ。お前の息子か。いい忍びだな。各里のあらゆるチャクラ系が感じられておかしいとは思ったが、小さいな。未熟児か。これで本当に大丈夫なのか。この子を大切に育てていくしかあるまい。赤ちゃんの顔見せて。なんて小さい子。中力が役に立てぬ以上、風影殿に真実の開発と先による取引で。夜叉丸、後で話がある。しかしまだガーラ様は。この子供、明日ガーラを見極め、母のことを語り精神的に追い詰めるんだ。それでも暴走がなければガーラの処理は見送る。だからこそそれを取り上げても暴走を抑えられるぐらいでなければ人中力として務まらん。さすがですね、ガーラ様。夜叉丸。なんでなの？なんで夜叉丸が？どうして？あなたを殺すように言われたのです。あなたの父親、風影様に。父様が、なんで僕を。しかし、生き霊、主覚の力である砂の力をコントロールできていないガーラ様は。じゃあ、夜叉丸は仕方なく父様の命令で。いえ、それは違います。ガーラ様、心の奥底できっと私はあなたを恨んでいた。大好きだった姉の命を奪い、生まれ落ちたあなたを、姉の忘れ方も。そう思い、私はあなたを愛そうと必死でした。姉は、あなたを産むことを望んではいなかった。その時から一生治らない心の傷を私は負っていたのでしょう。この子の名はガーラ、我を愛する修羅。しかし姉さんはあなたの身を案じ
愛してこの名をつけたんじゃない。あなたは愛されてなどいなかった。ガーラは失敗作だった。この江戸転生の術、少しは価値のある術だったかもな。さあ、俺を超えてみろ。しまった、砂嵐は陽動、砂金の砂を上に上げさせるためだったか、成長したな、ガーラ。親ってのはただ子供を信じてやればいい、そういうことだな、カルラよ。砂がいつ何時でもお前を守る、それは主覚の力ではなく、お前の母カルラの力だ。どんなことがあっても私が守っていくから、ガーラ。お前は母に愛されていた。だがあの時、俺を狙ったヤシャマルは、俺がヤシャマルに嘘をつき演じるように命令したのだ。お前を追い込み、美獣の暴走の有無を確かめるために。ヤシャマルが恨んでいたとしたら、お前ではなく俺だ。俺の右腕、砂の暗部として里のためにと命令通りに語り動いたのだ。俺のやったこと全てが失敗だったよ。人中力にしてお前の人生を奪い、母を奪い、母への思いを奪い。しかし厄介なのは心の傷です。治りにくいことこの上ない。心の傷、塗り薬もなければ一生治らないことだってあります。ただ一つだけ心の傷を治せるものがあります。他人からしかもらうことができません。何？愛情です。愛情？はい。どうやったらもらえるの？母様。姉さんはガーラ様をすごく愛していたのだと思います。あの砂の中には母親の意志が込められているんだと思います。姉さん、死んでもなおガーラ様を守りたかったんだろうな。カルラ、母は強いな。お前に風かけとしての人生を与え、友を与え、兄弟や人々からのつながりを与えた。父親というのもおこがましいか。初めて父様からの薬を渡してくれた。ガーラ、お前、先代などとっくに超えていた。里を頼んだぞ、ガーラ。わしをなめんでくだされ、岩分身の術。後ろだ、土影。ジントン、限界剥離の術。あれはナルトか。クソ、ガーラ、スナッ。かわせ、俺の術の方が一瞬早い。これは何回転の螺旋丸だ。ドトン、荷重丸の術。すぎて腕も上がりませんで。用心しろ、俺は